ているからな。え、これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流階級の豆知識で何とかしろよ。ん？俺を何だと？芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければこの古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは勝利はその原理を知ってるんだよな？少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。備品室どこだろう？これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。うん、それでどう動かすんだ？簡単だ。こうしてこうだ。ほら、防炎機能もついているぞ。ここはいない。ここにもいない。おい、何してんだ？これは、この大弓を直したのか？何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく、奇襲機だ。それから、質問をする前に、まず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか？俺たちは、冒頭団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきた。この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら、兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に遭わせてやる。私欲のために千人の知恵を汚すとは、お前たちには教訓が必要なようだ。出発着中。Come on!
やからのせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。ああ、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ執事はどこにいるんだ？先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら千人の道具を用いれば探しやすいはずだが、どうしよう。もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不墓黒に戻り、ココナッツ執事が見つからなかったことを告げ、相手の手方を伺おう。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるためによく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ勝利。リーエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不墓黒の店主、白術です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。
ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純な奴がいるとは。はい、ヘビが、喋った喋るつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいるヘビの干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛生口は置いてるか？ああ、衛生口ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。大盆屋を強盗した方が早いぞ。まあ今は七星が大盆屋を使ってるから難しいと思うけど。うん、300万特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。また講師に助けを求めるしかないのか。ココナッツ羊面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官コースだ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。福袋に必要であればファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、この福袋がただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛生口も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろ。299万、特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、天使殿、七条、ではまた。面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな。はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。行幸、それと姿勢ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて、先祖の亡骸以外何があるというんだ。すまない、でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。さて、これで労働者は雇えたし、衛生校の準備も終わった。儀式の用意が全て整うまでそう遠くないぞ。はあ、やっとだな。どうだ旅人、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか。
変わった？どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ。旅人が見聞きしてきたことは旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ、共に総選儀式を準備してくれた礼にお前に地層棒を奢ってやろう。ん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ、埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。ああ、来たか。注文は俺がしておいた。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。だからお前には酒造団子を注文しておいた。皆様さえよろしければ行幸様の軍玉宅のお話を再開いたしますよ。おお、講談師がいるぞ。いい雰囲気の店だな。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも環境が大事だ。しかしここでいう環境とテイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし所業とはいかなものでしょう。ご覧ください、これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば絶景かな。いい上港の景色の大半を一望できます。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちるそれはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーユの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一連で産業を飲み込む勢いなり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ行幸様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値がおありか。それが1枚や2枚少しでも多く手に入れば行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天堅行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。
絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ？待ってください。私は千眼軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカウン、月海帝の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。正確に言いますと、本職は七星全員の秘書ですが、今回は一時的に良皇様の特使として参りました。なん、噂をすれば良皇の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの。この場で礼儀が十分に行き届いていないこと、お許しください。しかし、私が持ってきたこの手紙は、良皇様が天竺園として正式に出された招待状です。あなたを空中宮殿に招待いたします。招待状だって？そうです。良皇様はこう言いました。彼を連れてきなさい。彼に会うわ。軍玉閣で彼と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。